皆さんおはこんです。ラッコのブログの時間がやってまいりました。どうもラッコです。ということで、今回はね、こちらを使って、ある企画をやっていきたいと思います。これただのね紙コップなんですよ。何の種も仕掛けもありません。ただの紙コップです。はい。でこれ使って何やるのっていう感じなんですけど、ちょっとねよくそのここを切り取ってって、アートを作るみたいなのを見かけたことがあるんですよ。なんで今日はそれにちょっと挑戦していきたいなって思ってます。ラッコのブログ、これね、まずは下書きをしていきたいと思います。これ切るの大変かな、ちょっと大変だな多分。はい、とりあえずね下書きが完成しました。でこれね今ちょっと正面だけを描いたんですよ。でこれまたその切ってみて、裏側をどうするかは決めていきたいと思うので、とりあえずカッターで切っていきたいと思います。これ結構重要ですからね、もうここで決まりますから。あと皆さんこれやる際には十分ね手を切らないように気をつけてください。なんか最近すごい大雨ですよね。なんかそのせいで、低気圧なのかな、なんか最近一気に睡眠の質が落ちたなって感じます。あとねこれね、僕その TikTok で見たんですけど、なんかこれでトトロを作ってる人がいて、なんか手前にトトロとメイがこう手をつないでて、で後ろにバス停があるみたいな、それを見てすっごいなこれと思って、やっぱり世界にはねいろんな人がいますよ。いろんな才能を持った人がいます。でもね結局ね才能もね、何も俺にはない、私にはないって思ってる人でも、それをやり続けたらきっとねそれが才能になると思うんですよ。多分俺には才能がない、私には才能がないって言ってる人はやっぱそれを言い訳にこう努力をしてないっていうだけだと思うんですよね。僕もそうですけど、お前の特技は何だって言われても正直ちょっとわからないです。はい。なんでね、なりたい自分に向かって努力をしていくっていうね、この小さな積み重ねがねやっぱ大切かなって思います。なんでいきなりこんな話してるんだろうね。もう少しでね切り終わるんで少々お待ちくださいね。あーいいねいいね、いいよいいよ。でどうしようかな、これでやっぱまだこれ白い部分いっぱいあるじゃないですか。ここにもなんか加えていきたいなって思ってるんですけど、何がいいかな、とりあえずねあれかな、ちょっと書いていきますね。これ多分ね思ってる以上にできた時いい感じになると思います。これコツとしてはね、後でここにこう色とかね塗っていくんで、とりあえずここはシルエットを書いて、切り取るっていう作業が一番マストかなって思います。では裏面も切っていきます。危ねえよ。良い子は真似しないでくださいね本当に。でも気づいたんですけど久々ですよね家で撮ってるの。なんか今日今雨降ってるのか分かんないんですけど、結構風とかやばそうだなと思って、はい、久々にね出演してますからね、ショーンくんが。皆さんこんにちは、間違えた、皆さんおはこんです、ショーンだよ。ああ君どこに行ってたんだい。僕はね農場に行ってたんだよ。ピッツァっていうね犬と一緒にいたずらしてたんだ。そうなんだ、っていうかそんな声してたんだね。そうだよ、ミッキーじゃないよ。ミッキーじゃないよ。ミッキーじゃないからね。分かったって、分かったから、ミッキーじゃないんだよね。そうだよ、
ミッキーじゃん、ミッキーじゃん、完全に。違う違う、ミッキーじゃないからね。で、裏面も切り取れました。そしたら、これがさ、やっぱあれだよね、その展開図ってあるじゃないですか、数学の。このなんか形を展開しなさいみたいな感じあるじゃないですか。結構それの能力が必要になってきますよね、これ。まあこう、だいたいパッパッパッって切り取っちゃえばいいんですけど、この状態でただこう、かたどって切っただけだと、まあまだ全体が見えないんですよ、どんな感じになるか。だからそこをこう想像しながら作るっていうのも結構大変かなって思います。はい、そしたらまあとりあえずね、一通り切れたんですよ。なんで今度はこの邪魔な余白の部分を、まあ、切り取っていく作業ですね。これをやっていきたいと思います。とりあえずこの上と下の、まあ、ここのラインですね、このラインを切るだけでいいので。ただここで注意してほしいのが、こう書いたところの下は取っちゃダメですよ。これは取らずに、あの余白の部分だけをこう切っていくっていう作業ですよ。色つけちゃった方が良かったのかなとか思ったりして絶対そうだよね、これ絶対色塗りにくいパターンじゃん。やっちまったな。まあいっか。はい、では切り取れたので、ここに色をつけていきたいと思います。はい、無事ね、色も塗り終えて、完成いたしました。それがこちらです。じゃん。どうですか、こんな感じの仕上がりです。まあね、ちょっとね、これだと見にくいと思うんで、こちらをご覧ください。どうぞ。はい、ということで、まあ皆さんもね、簡単にできるので真似してみてはいかがでしょうか。ということで、まあね、今回はね、この紙コップを使って、まあね、アートっていうのかな、芸術っていうのかな、まあわかんないんですけど、まあ、これを作ってみました。結構ね、その初めての割にはいい感じにできたと思います。はい、で皆さんもね、簡単に家でできるので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ということで、今日の動画は以上です。それでは最後に予行演習をしたいと思います。この後エンディングが流れますが、チャンネル登録がまだの人は左の丸いラッコのボタンを1回タップしてみてください。1秒で終わります。そしてチャンネル登録をすでにしてくれている方は、こっちの丸いラッコボタンは押さずに、こちらの2つの動画の気になった方を押してみてください。そしてすでにチャンネル登録も2つの動画を見ているよって方、いつもありがとうございます。エンディングが終わった後にグッドボタンとコメントをよろしくお願いします。ついてこれましたか。それでは今覚えたことを実践してみましょう。準備はいいですか。それではどうぞ。